のコンピューターっていう道具を使い出して、本当にこれはもう自分に最適の道具だと思いました。絵を描くためのコンピューターを使うといろいろな試行錯誤ができるんですね。描いたり消したり、描きながらいろいろ試せるっていうのが自分にとって本当にいいことなんです。デスクの上の2台のモニター、これが加賀屋のキャンバス、そして筆圧を感知するペンタブレットが加賀屋の絵筆となる。完成までに数ヶ月、手書きで丹念に描かれたレイヤーを何枚も重ねて、やっと一枚の作品が仕上がる。2階の部分が当時私の子供部屋だったんですね。で、あそこのベランダにこう望遠鏡を出して眺めたり、あとは屋根によじ登って上のところに寝転んで、星を見たりしてましたね。幼い頃から夜空を眺め、望遠鏡で星を観察し続けてきた加賀屋。宇宙への憧れが自然に加賀屋を創作の道へと導いていった。人間がこう美しいって感じるものって必ず共通のものがあると思うんです。それは宇宙の法則にのっとったものなんじゃないかなと思うんですね。で、例えばそれが星がこう散らばった様子だとか、土星の輪がこう綺麗にこう整然と並んだ姿だとか、例えば宇宙人が見ても美しいものは美しいんじゃないかって私は思うんですね。探査機とか宇宙望遠鏡で見た姿っていうのは想像を絶する美しさなんですよ。人間の貧困な想像力で想像してたものよりもはるかに美しいんですね、現実は。それを見つけた時にまた人間の想像力ってさらに膨らんで、ああ宇宙って本当はこういう姿なんだ。で、どん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 新しいことをまたさらに想像して、なんか描いた時にこれが何の影響を受けてるのかは分からないですけど、確実にでも自分が今まで生きてきて見たものですよ、どっかで。加賀屋の創作の原動力は宇宙への憧れだけではない。世界中を精力的に取材し、また思いっきり遊ぶ。そこから生まれた感動が作品になり、見る者の心を揺り動かす。これは南極へ行った直後に描いた絵なんですよ。着てる服はギリシャかトルコか、アフリカ大陸のちょっと北の方の服装ですね。で、この船は南アフリカのケープタウンで見かけた船をモチーフ、モデルにしてるんですけども、自分もいつか銀河鉄道に乗って宇宙を旅してみたい。幼い頃から膨らみ続けてきた夢を加賀屋は CG アニメーションという形で実現してしまった。用意されたステージはプラネタリウムの巨大なドームスクリーン。この大きさでも鮮明に見えるように6台のプロジェクターで上映されるため、元の映像はハイビジョンの8倍の解像度で制作された。ちょっと日常とはかけ離れた、ドームに一歩踏み込んだところでちょっと別世界に踏み込んだような感じがしますし、自分が作ってるグラフィックスを見せる場所としては本当に最高の設備が整った、自分の作品の中に観客をすっぽり入れて丸ごと世界を作ってしまう、本当に自分がやりたいことができる場所が今プラネタリウムだと思ってます。日本全国はもちろん海外にも精力的に出かけ、上映会、展示会、
講演会を行う加賀谷。日本の方々と同じように感じてくれて、とってもこう私も親しみが感じられましたね。그럼슈카프를찾아주신加賀谷작가님의인사말을들어보도록하겠습니다。皆さんこんにちは、加賀谷です。特にアジアでの歓迎ぶりは熱狂的でさえある。僕が描いてる世界もちゃんと全部伝わってるって実感できましたね。私の描いてきた人物たちがこう生き生きと動いてる姿っていうのを自分でも見てみたいなと思ってます。想像の中で動いてるんです。で、動いてるものを一瞬を捉えて絵にしているんですけれども、彼女はここからちょっと船に乗ってやってきて、で空を見上げてメロディーを奏でているんですね。このオーロラの状態とか月のある位置とかこの星の配列ですね、これを楽譜にして曲を奏でているんです。二度とこれ同じ瞬間ないんですよ。星も動いてるし月も動いてるし、でその世界をなんとかそのまま皆さんにお見せできたら素晴らしいなと思ってますね。永遠に終わることのない宇宙のメロディーの一節を書き留めようと、今日も加賀谷はペンタブレットを走らせる。